結局私が言いたかったことはその一でありその神はよく普通の言い方としては心的本性において一でありしかしペルソナとしては父子霊というふうに国それははっきりと区別されるとただそういうふうに我々が受け止めているとか我々にそういうふうに現れるとかそういうことじゃないもうはっきりとそれは区別される。 があると。じゃあ区別かどうして三つの神にならないのならないで本当にいつなる神をいつなる神として我々が崇めるということをもっとこう強めてくれるものになりうるのかというそこあたりが一番こう神学の感じのところだと思うんですね。一ということはあくまで自分自身でありながらその自分自身をこう限りなく 豊かにこの、えー、分かに分ち合ううというそこで「一」ということがあの自分自身においてあるというような形でそれが生きてくるとだからそれは我々僕のそっから先は僕の解釈になるかもしれませんが我々自身がこう自分自身を振り返って、えー、どういうことを言うじゃないかとあるいは自分自身に打ち勝つとかあるいは ある場合には自分に負けたとかそういうことを言うことが無意味では,味ではないわけですねそして私が自分自身にこう立ち返るそ立ち返られる自分と立ち返る自分は同一でありながらしかしそれはちゃんと区別されているということが立ち返るということの意味なんでだからそれをもうちょっとこう純粋なあの 仕方で理解しようとすると神は全く神であるということがその自分自身をもうそっくりあの頼むものとこのコンビニカー,リーする共有するというそういうあり方があるということのもう本当に極致だと。だからあるということは非常に豊かなあるなんで自分に閉じ込むるあるではない。 それがまず父からの子の誕生というそれから父と弟がお互いに一つであるということの,このもう一つのそのことが「聖霊」という「霊」というもう一つのペルソナで示されている。だから父・子・霊そこでもうちょっとそこか入っていくと。 霊ということについては、神は霊であるという,ふうに言うわけですから。神を父子という場合と、神は霊であるという場合とでは。ちょっとこう、なんか同じことを繰り返しているようになるんですね。だから、聖霊論というのは非常に難しい。だけど、それを無理に、聖霊はこういうものだというように言おうとすると。みんな、こうおかしなことになるんですね。その始まりが。もう。あの、例えば。 12世紀のフィオーレのヨアキムがそ,のそういうことを言い出してもう精霊を精霊としてこうきちんと捉えようとするわけですねそれはできないと精霊ってい,いうのは神は神であるということのある意味でこう言い換えのようなものなんだでそれがしかし一つのペルソナとして成り立つというところが父と子との完全なこう一体であるということの一つの証しにもなるという。 そこの辺りは簡単にこう僕ももちろんわからないところが多いんですけれどもいずれにしてもその父子霊というその区別というのはその神があくまで神であるということのもっとこうであるということのもっと深い意味に我々が入っていこうとするときにそれを助けてくれる神の教えであって。 あのまあ、そういうふうに考えた場合にはですねこの三密一体ということをどうして一が三であるのかというようなところで考えるんじゃなくてであるということを我々はもうちょっとあのこの神様が教えてくださったところに従って理解すべきじゃないかと「一なる神」が三つのペルソナを持っているというか「あの一なる神はみ」は 密のペーソナーであるというふうに教えてくださるということはあるということの深い意味を我々に本当は教えてくださっていると私自身があるというときにはいつも自分自身に立ち返って自分自身に置いてあるということでしょうそうすると何か二つのものでありながら一であるというような形で一ということが本当に成り立っているわけですよ私が 絶えずこういろんな人に対して例えばいいことをするあるいはある人に対して悪いことをするというような形で自分をこう分散させてしまって生きているんじゃ私はが何か欲望に取り憑かれてそこでもうそこに消えてしまうあるいは私が何かいいことをするというしかしそれで自分を燃え尽きてしまうそういう形で自分の存在がこう消えてしまうんじゃなくて。 我々の存在というのはもう自分を本当に与え尽くすなと,ところで自分自身であるようなそういう存在が本当のあるということの意味なんだとだからそういうふうに考えていくとあの神があるっていうことはこれはもう即交わりということでそれはあの,あの我々にとってじゃ理解困難なことではあるけれどもしかし我々が 一なる神を崇めるという時に一なる神がどっかにこう離れたところでこう、えー、そびえ立って我々を見落としているんじゃなくてね神様が自分自身を我々に与えてくださっているというところで一なる神ということを理解するそれはやっぱりだから、ま、交わり即存在というようなことは我々の社会ではなかなか言えない。やっぱり 自分自身をこうなんかで何かを所有したい独占したいっていうようなことあるしね自分が大事で自分を壊したくないっていうようなこともあるけれどもでもそれはやっぱり根本的には「存在即交わり」というその神の,あのそういうこう石なる神の,その、まあ、模範というかそれに 従って生きていくというようなことで、あのまあ限りなく、えー、交わり即存在ということに近づいていかなきゃいけないんじゃないかというふうに今考えているわけです。だからそういうふうに考えていくと、その自己認識というようなこともあのペンソーラ論をこう元にして、あのなんか非常にはっきりとね。 説明できるることにななんじゃないかそういう区別がありながら一つであるということがね、えー、ちゃんとこう説明できるというだから私は本当にあのこれを最近改めてそれについて考えて「神は愛である」これがキリストが我々に伝えてくださった福音の根本だということを本当に我々が筋道立ててこう分かって 分か,る分かるっていうかそのことの意味をこう自分なりに掴もうとするためにはこれはもう知らず知らずのうちに三味三逸なる神の神秘に入っていくことになりますよということを言いたいわけですね。